ほう、救いのものをよこすとは味なこと。姉川で直隆を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。
体。霊石が見せる夢は代償を伴う。あ？誰だおめえは。恥を忍んで哀れみを乞い申す。何とぞ一らを。一と過ごした日々は守るべきものを私に教えた。なれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり、余人の及ばぬ彼方へ。募った深い悩みは心に隙を作り、ついに引き返せぬ道を選んだ。兄上が作る世には光が、その輝かしい世に愛する者だけは残したい。急がんと、火が。最後のお別れをする暇間をください。ここに俺たちの城が建つ。めでたいよな。これも霊石のおかげってやつか。でも子にだけはどうも恵まれんようだ。これがあの若め野郎の言ってた夢の代償ってやつなのか。笑えるよな。へっ、だよな。あやかしのお前には分かんねえか。ついに俺たちも一国一城の主だ。がここに来て地方の大名が連合して織田に歯向かってきた。そこで信長様はその旗頭たる石山本願寺を叩き、一気に連合を解体するつもりだ。信長様の
天下取りも近い。秀吉軍の霊石とあやかしの力、本領発揮といこう。秀吉、はい。この本願寺には大量の霊石が眠っておる。働き次第ではその霊石お主らに任せる。ありがたき幸せ。この秀吉めが一晩で落としてご覧に入れます。よし。おい、聞いたろ秀の味、行くぞ。おら来い。さる、いつもながら厳禁なやつよ。小谷での働き、一に聞いたぞ。しかし、褒美も求めぬとは。お主は何を求める？神仏、あやかし、霊石、そのすべてを御してこそあまねく天地に楽土を敷けよう。ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか。しかれどうぬの青き瞳にはその定めに逆らう力ある。万里の波動を超えるがごとく、この信長の野望とともに人知の果てを超えられよう。ほう、背負えるとはな。お主の背にあるものが褒美じゃ。